ギフト矢野は、日本のピン芸人。本名、矢野海キ。アメリカメンフィス生まれ、ギフ県アンパチ郡アンパチ町出身。SMA ニートプロジェクト所属。血液型 O 型。身長177センチメートル。東京アナウンス学院卒業。妻は、歌手で、元グラビアアイドルの長作愛理。高校卒業後に東京アナウンス学院に進学。 同学院在学中の2001年に、保育園時代からの幼馴染みの長井広和と、お笑いコンビ、遊牧民を結成。後に、コンビ名を、ギフトに改名。ギフトという、コンビ名は、笑いという、名の贈り物という意味と、ギフ出身だから、ギフ人という意味を掛け合わせて名付けた。渡辺エンターテインメントを経て、2005年、ソニーミュージックアーティストに移籍。 2007年7月、ギフト解散。解散して1ヶ月間は何もせずに、江ノ島の海に行っていた。同年9月より、ピン芸人として活動。レミーの美味しいレストランを見て、劇中の、遊部、A ギフトという会話から、ピンを芸名、ギフトやのうと決めた。ポップさを神したく、芸名に、を入れた。2015年7月11日に決勝が行われた。 第6回お笑いハーベスト大賞にて優勝。2016年、毎月20本以上のライブに出演する。特技は、終始、長距離走肌が、やや黒く、アルバイト先で自分が芸人であることを隠していたため、肌の色から、AV 男優ではという噂が立ったこともある。持ちネタは主にコント。一人に役を演じることが多い。三文字落ち男、裏切り。 ジョニー、男性キャラと女性キャラを演じ分ける、プロポーズの言い回し等の持ちネタがある。近年では、コンコン、ガチャ、バーン、という、客の、心の扉を開けるという意味の決め台詞を最初に、発するのが定番となっている。2020年10月1日、歌手で、元グラビアアイドルの長作愛理との入籍を長作が、自らのブログにて発表した。ありがとうございます。